次ドイツだ。ネリネか。か、まあお前は後でいいや。タロちゃんかネリネかな。近いし、おめでとう言われてるし、未来ドン乗られへんし、ネリネかな。こっちでしょ。ハートアメ細工。ああ、アメ細工ってあれか、魔法イップにするときの、なんか色とか変わるやつか。ありましたね。てか、魔法イップいるんだ。お、ドーブルだ。捕まえてないわな。はい、ドーブルと捕まえました。スケッチみたいな技使うやつな。あの、人の技コピーする。尻尾の先から分泌する謎の液体。これ謎の液体なんや。さて、ここで知らないポケモンは、まあ、もちろんおるんやろうけど、バルキー、ああ、つかバルキー捕ま、寝てる寝てた、ごめんな。喧嘩ポケモン。もっと強くなりたくて、がむしゃらに体を鍛えては、体当たり次第戦いを挑む。休んでたな、さっきな。石つぶて、ふいめちゃくちゃ見えへん。やばい、クイックボールなくなってきた。買い足しに行かんと。でもチャンピオンお金なくてね、今。なんか聞きましたよ。ニンフィア金策できなくなったんですって。地面で寝ている石つぶてを踏むとバチンと音がしてビリッと全身が痺れる。最悪や。クリアした後でさ、ニンフィアを使って、あともうコントローラーを連打モードに固定してさ、なんか連射器ついてるコントローラー使って、あとは全自動でほったらかしてるとどんどん勝手にお金が稼がれていくっていう、なんかニンフィアを使ったニンフィア金策みたいなのがあったんですけど、アップデートでそれができなくなるらしいです。まだいけんのかな。なんかクリア DLC をクリアしたら使えなくなるみたいな聞きました。今んとこ僕はまだできます。じゃあ寝ているゴロンを踏むと、あ違う、鉱物の石の影響で全身が電気を帯びている。とても喧嘩早い。あとそこにいるのは、ズルズキンか、これ。あ、進化前や、ズルクか。この辺の子めっちゃ聞き分けえな。助かるわ。話早くて。入るなり、めっちゃいきなりいっぱい捕まえてるけど、まあでもなんか確かに見た、すでに見たポケモンではあるな。線のあった相手にいきなり頭突き攻撃をしよう。こんなんしかおれへんやんけ、この辺。バルキーとズルクが殴り合いを繰り返してるやろ。そっか、マイナンとプラスル。マイナンとプラスなんかどこにおんねや。まあ、いいでしょう。結構捕まえたぞ。お、これなんか上上がってきるな。お、この、ここから上行けるぞ。なんか、微妙に難しいアスレチックを要求。ああ、されているが。されているが。卑怯にも。そもそもこっから先行かれへんや。ちょっとボール買いに戻ってきたけど、え、今作ってさ、どこでアイテム買えばええの？だって、あの、今までってあの、ポケモンセンターにさ、行けば一緒にアイテムも売ってたけど、今回、購買部か。え、BP と交換？あ、そっか、もうここって、現金使えないんすか？知らんペイを要求されてる。え、あと、ん？最強の証持ってるポケモンいつか見てみたいのだぜ。あるよ。あるよ、最強の証。うちの最強持ってるよ。憧れるのだぜ、せやろ。俺にガラル地方で流行っている最強な妹を教えるぜ。へぇ。リザードンポーズ妹を教えてもらった。そっかそっか。元気でな。はい、というわけで、今のってダンデのポーズか。ちょっとブルーベリー学園ありえないんで水力タウンに帰ってきました。北上の里にお金落とそうと思います。うい、帰ってきた。モンスターボール買うだけためだけに一回北上行ったわなんか方法あんのかな。ないと困るのであるが、まあいや、他にちょっと髪型増えたやつ見に行きたいとかもあったりするけど、一旦キャニオンエリアを。まずネリネはどこにいるんだい。 500m を移動しよう。はいはいはい。なんかでもポケモンめっちゃいるけど大体一緒やな。おお、なんか洞窟ある。
おー、大もぐりゅう。ドリューズ結構好きなんすよね。大北になんかレアコイルいるぞ。あとエレブーとシビルドン。電気タイプのポケモン多めか。わー、モグリュウいいなー。いいけど、まあ。競合がガブリアスやからな。さすがになー。フカヒレにはかなり助けてもらったからな。ちょっとここでフカヒレを捨てるわけにもなー。いかんよなー。ということで、ふん、エレブーを捕まえましょう。すごいな、鳴き声お前。エレブーに雷を溜め込ませ、いつでも使えるようにする研究。すごい、動物実験じゃないですか。あの奥にいるちっちゃいのは、もしかして、君、バチュルかい？ちっちゃい。いや、バチュルは可愛いよな。進化して電柱来になったら若干リアルさが増して、うってなるけど。はい、くっつきポケモン。自分では大きな電気を作れないので、他の大きなポケモンに取り付き、静電気を吸い取る。いいなあ、バチュルは。絶妙なデザインやな。これ以上行ったら怖いっていう感じやねんけど、割と僕デンチュラーはライン超えてると思うよな。いや、コイルちょっと待って、コイルめっちゃ見てくるけど、よく考えたら俺磁場コイルまで捕まえてるぞ確か。ほんなら、プラスルちゃん、あ、後ろ向いてたんや。もう不意をついたか何かもわからなかったわ。あ、じゃあ後でマイナンちゃんもセットで捕まえてあげようね。確かプラスルとマイナンって金銀から追加されたポケモンやったと思うんだけど、金銀ぐらいまではめちゃくちゃポケモンをなんか何も考えずやってた時期やから、結構思い深い、思い入れがあるポケモンやわ。電柱から電気を吸い取る、あ、害悪ポケモンやったわ。害獣やったわ。まさかこんな思い入れのあるポケモンが街で飼えない害獣やったとは。はい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 。お、どうした、ブルレクをいい感じにやってくれてるみたいだね。はい。今までは基礎的なミッションばっかりだったけど、これからは通常のミッションも届くようにするよ。ほう。何のことか全然わからへん。シアノ、どういうこと？え？あ、こういうこと。野生のテラスタルポケモンと戦おう。戦おうって別に倒せとは言われてないんかな。鋼に進化したドリルは鉄板を貫く破壊力、トンネル工事で大活躍。根差してるね、生活に。そんなトンネル工事で使うレベルのドリル、うちのマリロリに向かって打ちまかして、あいつ許せないですよ。はあ、よかった、なんか休めるとこあったわ。ここか、買い物できんの。あ、使えるやん現金。なや、使えるやん。あとプラスルめっちゃおるけど、マイナン全然おれへん。あ、おっと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 、ほら、うちの子になれ。うちのボックスにはプラスルいるよ。え、プラスルいるんですか。じゃあ、お、エレキッドもいるね。水が苦手、雨が降り出すと軒下で雨宿り、火花のボンボンで仲間を励ます。おいおいおい、めっちゃエコやんけ。プラスルの害悪っぷりが目立つやん。プラスル、マイナン、それぞれに良い子悪い子って名前つければよかった。お、エレキッド、うちプラスルとマイナンいるよ。両方いるよ。君もどう。あとエレブも、おお、すごいスピード出てきた。10万ボルト、ちょっとやめてくださいよ。水タイプですよ、コストラ。痛いなぁ。ダークボール使えるか。毒性もんな、ここ。ふん。ダークボールの方が捕まえやすくなかったっけ。おぉ、出てきたな、ね、よ、こいつ。じゃあ、これでどうですか。エレキッドさん、早く入ってた方がいいっすよ。あなたの電気攻撃一切通じなくなったんで。あ、諦めたわ。マリロリやったらいけるかもと思って抵抗してたけど。あ、ガブリアスだ。じゃあ、ほな無理。腕をぐるぐる回して電気を発生させるが、すぐ疲れるので少ししか電気が貯められない。あ、そうなんや。さっきからブルーベリー図鑑見ろってめちゃくちゃ言われてるから、ブルーベリー図鑑見るわ。これか。報酬があんねん、報酬がってもうずっと言ってくる。はいはい、特製カプセルね、嬉しい。次何やろこれ。アップグレードか。ポリゴンがポリゴン2に進化するために必要なアイテムやな。あー、なんかそこら中にインフラ整ってるの助かるな。この人はね、メタグロスの、何だっけ、メタング、メタン、メタンゴー。メタグロス。
メタクロス欲しいな。いんのかな、ここ。おらんかな。あ、まだ下あるぞ、これ。帰れる？帰れぬ？あ、多分この大穴絶対にあの柵とか立てた方がいいと思うけどな。うわぁ、なんじゃあっち側。これ、なに？これは一体何？あ、おった。おったな。デンチュラ、お前の背後をつく。あー、くそ。俺はお前のことを一発たりとも殴らんからな。あ、男気を感じてくれた。え、僕のこと殴らないんですか？なんてお優しいお方や。仲間になるしかあらへん。やった。あ、じゃあこの糸全部デンチュラか。ここじゃあデンチュラの巣ってこと？ややなぁ。ほんなここもしうっかり伝説のポケモン乗ってない人が落ちちゃったら死ぬしかない場所やん。よかった、伝説のポケモン乗ってて。あー、デンチュラいっぱいおる。あー、どう、死ぬしかない人もおる。君死ぬしかないな。戦ってみるか。あ、戦うだけでいいんや。戦うだけで100円もらえちゃうんですか。学園側が困難と戦うことを推奨してんの。いつか生徒怪我するぞ。じゃあ100円もらったし、なんかアイテムかと思ったけど、ゴルーグの進化前か。自動販売機かなんか立ってんのかなと思った。あまりにも普通に立ってるから。謎のエネルギーにより活動。こいつのポケモン感のなさすごいよな。お、なんだここ、なんか間抜けていけそう。ま、抜けたところで何、あー、なかったわ。 PP エイドで、タッツって捕まえてるよな俺。捕まえてない。なんか一撃でいったわ。嬉しい、タッツ。そうか、じゃあキングドラ初めて見たんか。ゼンマイのようにくるくる巻かれた尻尾で体のバランスをとっている。タッツ可愛いね。君はシンプルに可愛いね。口から墨を吐くことがあるタコだね。あー、チョンチーだ。こいつも捕まえてないか。じゃあ君を捕まえてあげよう。あとなんかシードラがこっちを狙っているんだけども。ブチ切れてる。もしかして子供捕まえたかな。ほんなら君も来たらええやん。一緒に来たらええやんな。俺たちみんな仲間じゃん。ヒレの先から毒を分泌。急に怖。ヒレや骨は漢方の材料として重宝。へえ、いった。よいしょ。めっちゃ釣れてるやん。はいはいはい、四天王チャレンジをね、やりたいんですけれども。ええか、もうやっちゃおうか。すいません、四天王チャレンジお願いします。はい、投稿です。よろしくお願いします。50BP、あ、ほらほらほら。はいはいはい、ほら、チャリンチャリンチャリン。はい、やらしてくれや。四天王チャレンジやらしてくれや、早く。困ってんねん。あ、お、ねるね様が おなってる。よろしくお願いします。おなってるはちょっとまずい、言い方が。ねりねは来ました。ねりねケイム。はい。ねりねよろしく。何すんのやろ。あ、そういえばねりねって、ああ、めっちゃ軽快に走ってる。そんな軽快に走れたんすね。何するんすか、ジムチャレ。あなたがリーグに挑むのは特例中の特例。ねりねは反対しましたが、学園が承認したならそれが規則。ネリネは四天王としてつつがなく進行するだけ。はい、四天王チャレンジはこの場から行います。ネリネが考案したチャレンジは空を飛ぶタイムアタック。ライドポケモンの飛行能力でドーム上空のコースを飛んでもらいます。へえ、そんなことでもできる。恋のリングをくぐれば制限時間が緩和。はあ、ちょっとうちの、いや俺は行くけど、うちの子そんなずっと飛び続けれるかなと思って。ああ、うーん、大丈夫大丈夫、もう大丈夫大丈夫。説明ってその説明な。あ、じゃあ大丈夫大丈夫、任して。まあじゃあやるか。うちの子はできるって言ってます。いけるかな、もういけるか、大丈夫そう。あ、やっす。あ、じゃあ大丈夫か。
頑張れば飛べそうなポケモン。あ、なんか食わしてる。うちの子何でも食うから食わしたんといて。大丈夫か。あードーム内に自生していた不思議な、食わすなそんなもん、食わすなそんなもん、お前。はあ、時間内にゴールを目指しましょう。まあ、そんな難しくなさそうやな。はいはい、合文を。はい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 、まあ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 大丈夫でしょ。ホグワーツレガシーで似たようなことずっとやってたし、大丈夫でしょ。スリザリンの面々をボコボコにした俺やから。そんな言うて言うてポケモンのミニゲームですわ。お任せくださいな。ああぶね、あのスティックを上に倒すとキャラが上に行きます。何言ってるか分かりますか。僕の言いたいこと分かりますか。あの だいたいなんかこういう空飛ぶやつってさ、こうあの上下が、あ、上下が反転してるというか、スティックをさ、こう上に倒したら下に行ってさ、みたいな、 あるやん。分かる、分かるっしょ俺の言いたいこと。だから下に倒したら下、キャラが下に行くの逆にすげえやりづらい。はい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 。別にでもこれ加速とかはないよな。早く動くとかはないんすよね。あ、じゃあまあ、うわ、ガガガきすぎる、なめてんか。ネリーね、なめてんのか、勘弁してくれや。あとあのこの上下反転のオプションくれ、やりにくい。赤松のと比べたら10分の1ぐらいの速さで終わったぞ。よって四天王チャレンジは合格。はい、おめでとうございます。はあ、何やったんすか。え、なんかもう始まる感じ。ちょ、あー、でもまあなんか赤松の時準備はいいかいみたいなこと聞かれたな。待て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 、ちょっと準備してない、拒否ですか。なるほど。ちょっと物語が進行してネリネちゃんの文章読めなくなっちゃってんけど、太郎が3位で、で、柿つばたが2位やから、まあ、必然的にネリネは4位やな。あ、順番に来てる計算になるわ。赤松5位やったから。よし、じゃあ俺もブルベリーグ、4位になるとするか。可能です。可能。はい。か。戦闘態勢。各自位置について、定位置に到着。用意ポケモン。ネリネはあなたに聞いてみたかったことが一つ。スグリをどのように認識しているのですか？友達！あいつは俺のダチだ。友ですか。ネリネにとって友ゼイユの霊帝。以前の彼、今の彼は以前とは違う。ネリネも案じています。そして願わくばネリネが彼を救いたい。したがって負けることは許されません。戦闘を開始します。時間厳守のタイプや。なんで一回閉まったやつもう一回出したんよ。エアームドとダグトリオを繰り出した。はい、そして今回エアームドダグトリオスタンバイ、時間通り終えましょう。なるほど、エアームドできたか。はい、今回お揚げのヒデリー、そしてお揚げには風船を持たせてあります。そっか、アローラのダグトリオって鋼ついてるんやったっけ。鋼ついてるならじゃあ地面食らうよね。ちょっとわかんねえや。まず地震で、攻撃するけどエアームドには当たらんから、お揚げはエアームドを大文字でええか。当たるっしょ、当たる当たる。お、ダグトリオのストーンエッジ、なんでやねん、おいおい、あいつ足速っ。あよかった、でも大文字が先に出る。オッケー、エアームドくそえ、あいつあんなにスペース素早さ高いんや。じゃあ、エアームド頑丈か。で、この地震じゃあ当たります。当たります。
ありがとうお揚げ、ありがとう。くそ、助け持ち多いな。で、捨てろ。まあ、そうやな。どうしようかな。自信があんまり痛くないサラダでどうにかするしかないか。いや、これどっちや、わからん。ダグトリオがめちゃくちゃ速かった。これ知らんかった。俺、アローラーダグトリオってこんな速いんや。とはいえ、さすがにマスカーニャの方が速くない？マスカーニャって素早、は、さ、120とかそれぐらいじゃなかったっけ？めちゃめちゃ速い。全ポケモンの中でもトップクラスに速いから、さすがにマスカーニャの方が速いやろうと信じて自信。この自信でダグトリオにとどめ刺す。で、サラダは、多分最速で動けると信じて、あ、いや、でもちょっと待ってよ、これ。サラダがエアームドにとどめさせた場合、次動くのダグトリオやから、一発食らっちゃうな。あ、じゃあ、フカヒレは、ストーンエッジが当たることを信じてエアームドに打つしかないのか。まあ、こうすれば、まあ、不意打ち使えばいいか。不意打ちをダグトリオに使えば、絶対に。あとは、当たることを祈るのみ。不意打ち、OK。不意打ちは先に出る技やから。OK、カーリーヘアで素早さが下がるが、カーリーヘアで素早さが。まあまあまあいいでしょう。まだ早いわ。さあ、ストーンエッジが当たる！よし！偉いねー。OK。じゃあ来い。エンペルト。なるほど。ハッサム。おう。まあ、エンペルトはいいっすね。エンペルトは。ん？いや、でもちょっと待ってよ。エンペルトって鋼ついてるから草倒倍になっちゃってんのか。ただ、水、地面は当たるな。地面当たる。問題はハッサムやな。ハッサムって炎めっちゃ効くけど、炎以外あんま効けへんイメージがあんねんけど。ハッサム、虫か。虫鋼か。あ、じゃあ冬打ち効くか。どこまで減るか分からんけど、やってみるか。はい。不意打ち！あんま効かんな。とはいえ、こんだけ減らしてくれたらどうですか？お、サラダ偉すぎ！うわぁ、二人とも死なん。痛いし。まあ、悪タイプやからな。おぉ、サラダ、偉い。偉い。そして素早さがまた下がる。これエンペルトの攻撃がどっち向いてる？あー、レートビームやったらフカヒレやな。死ぬか、死ぬね。強っ。行ってこい、オレンジ。よし。格闘タイプがついているから、まだ鋼タイプに抜群は取れる。で、どうするかなんですけど、まあ、まずマッハパンチで、ハッサム仕留めて、サラダは、トンボ返りでもいいな。いや、あかん、ステルスロックがあるから、トンボ返りで帰った後、もう一回出したらサラダ死んじゃうな。トリックフラワーでエンペルトかな。素早さ落ちてるけど、あ、でもどう、二段階落ちてんのか。まだ早いんじゃない？どう？おーし、まだ早い。早こいつ、足。素早さ二段階落とされて。まだ上取るか。勉強になりました。ありがとう。誰も知らんトリックフラワーの効果。さて、四天王って何匹持ってる？ 6 匹持ってる。ランクルス。なんで？ランクルスって鋼じゃないよな。メタグロス来たな。ホラーインファイト、メタグロス。そしてランクルスなのであればエスパータイプやから、不意打ちが刺さるじゃないですか。いいね。時間が押しています。そろそろ決着と参りましょう。あかん、テラサル使われん。うちオレンジが、電気テラサルやから、格闘技に使っても意味ない。おぉ、いいですね。かっけえなぁ、やっぱ、メタグロス。で、不意打ちで、おっと、変化技打ってる。攻撃技を打ってないと失敗するんでね。もう耐えた、マジか。すげえ。耐えますか。レーパン。ちょっと良くないな。
ランクルスとトリックルームを使った。ほえ、よし、水飴どうにかしてくれ。お前ならどうにかできる。今トリックルーム使われてるんで、素早さが遅い方が先に動くんですけど、素早さが逆転してるんですが、トリックルーム中でも先に出る技って先に出るよな。マッハパンチで終わるはず。で、水飴はエスパーだから、じゃれつく問題なく当たるよな。当たるな。よし、うん、てか別に今一つとかなれへんよな。ランクルスは守るを使った。ほう、マッハパンチ。よい、まあメタクロスに何もさせなかったので優勝しましょう。えい、でジャレツクはまあ止められちゃいますけれども、ランクロスって確かめっちゃ防御寄りのポケモンやったよな。とはいえ特防の方が高いよな。電光衝撃痛いやろ。よし、耐えてみろ。ほら、エナジーボールとか打てるんですね。すいませんでした。水、あー、さすが水飴、うちのレベル担当。ジャレツク、そんな減らんな。電光水、これはでも痛いやろ、さすがに。うわ、耐える、勝てー、ランクルス勝てー。あ、しかも食べ残しかなんか思ってんなこれ。しかしマッハパンチからの、アクアジェットも先行技だけで削り切る。よし、何もさせずに。いや、やっぱ先制技っていいですね、先に出る技。しかし強いな、ちゃんとガブリアスやられた。あと風船作戦、風船作戦が1秒で失敗した。はあ、風船割れちゃって、せっかくうちのキューコンが風船でふわふわ浮かんでるめっちゃ可愛い絵を見れたのにな。スグリを思う気持ちはネリネよりトワコの方が強いのですね。そらそうやろ。なことないけどね。なことないよ。単純にポケモンが俺が強いだけ。優しいです。せやろ。うん。ネリネに勝利した記念です。撮影を開始しましょう。あ、あれ、もう絶対やらなあかんねや。乗り気じゃないやろに。あ、乗り気なんかな。乗り気なのか。よかった。乗り気なんやったらよかったわ。ネリネの技も上等。ハードプレス。体重で変わるやつ？いや、残っているほど威力が上がる。へぇ、知らん技や。スグリを救いたい気持ち、トワコに託します。任してくれ。時間です。ネリネは去ります。さようなら。そんなに、何来てんのやろ？分刻みのスケジュールで。おース、未来のチャンピオン、うるせえな。なんやお前。もうしてんの、二人目撃破ときたかい。持ってるね。ネリネのやつ面白いだろ。あいつがゼイユと話してって不思議と噛み合ってんのがまた笑えんだよな。ネリネはよ、真面目で堅物で、でも人一倍繊細なんだ。誤解されやすいけど、どうか分かっといてくれよ。いや、わかるよ。ええやつや、あいつは。え、なんか来たべ。やる？おっと、チャンピオン様、敵情視察ですかい。俺、心配だったんだ。トワコが弱くなってたらどうしようって。でも変わってなくてよかった。お、なんかスグリ君笑顔下手になってる。途中で負けないでな。俺の力見せられないから。確かにスグリはとにかく倒したんやな。いい感じにうずいてるわ。おっと、時間取っちまったな。そいじゃ、残りして反転の頑張ってくれ。なるほどな。でもスグリともやりてえな。俺スグリともやりてえよ。僕は今すぐでもいいけど。雨降ってきた。嘘、天井ない、ここ。え、あるはず。どこから、この雨どこから。